栃木のきらり人。栃木県イメージアップ貢献賞は、栃木県産業協議会が主催し、産業経済、芸術文化、教育社会貢献、スポーツの4つの分野で優れた業績が認められ、栃木県のイメージアップに大いに貢献した企業、団体、個人の功績を称え、今後一層の発展とご活躍を期待して贈られます。今回一人目のキラリ人は、スポーツ部門受賞、宇都宮市出身のプロクライマー、チーム AU 所属の楢崎智亜さんです。楢崎智亜さんは五輪種目となる第1回コンバインドジャパンカップで初代王者、2017年スポーツクライミングワールドカップコンバインド年間総合1位と輝かしい成績を収め、栃木県のイメージアップに大いに貢献されました。オリンピックが決まってからその3種目複合になったので、まあ、その中で今まではボルダリング単種目で結果を出すっていうことに絞ってやってきたんですけど、去年からスピードとリードが増えて、でその中でこう自分の中ではバランスよく成績が出たので、まあ、いい年になったかなと思ってます。練習量が増えましたし、いろいろとこう意識することも増えたので、まあ、なかなか大変な部分もあるんですけど、毎日新しい刺激があってかなり楽しいです。今年は世界選手権がかなり大事になってくるので、やっぱりそこで代表権を獲得して来年のオリンピックにつなげるっていうことが今の目標なので、そのために今こう何ができるかっていうことを常に考えながらやっています。自分の実力を見たときにミスをして負けることがかなり多いので、やっぱりその部分を減らしつつ今のまま進んでいけば確実にいけるんじゃないかなと思ってます。今まではこう圧倒的に勝ちたいだったりとか勝ち方にすごいこだわっていたんですけど、今年はもうそういう部分を捨てて、やっぱり何としてでも勝つという気持ちにして最後まで粘り強く頑張りたいなと思ってます。2人目のキラリ人は同じくスポーツ部門受賞、宇都宮市出身のプロクライマー、チーム AU 所属の楢崎明智さんです。楢崎明智さんはスポーツクライミングの IFSC 世界ユース選手権モスクワ大会で男子ボルダリングジュニア優勝、リード初優勝と2冠を制し、第4回ボルダリングユース日本選手権では男子ジュニア2年連続優勝と数々の栄冠を手にし、栃木県のイメージアップに大いに貢献されました。前シーズンはスタートダッシュをうまくやろうってすごい思ってたんですけど、初っ端からボルダリングジャパンカップの国内選考大会でちょっと怪我をしてしまって出れなくて、ですけどまだユース最後の年だったんで、その出られる大会がユースの大会がたくさんあったんで、そこでは絶対結果を出したいと思ってて、そこでしっかり結果を残せたんで、まあ、自信はつきましたね。今年は国内のコンバインドジャパンカップ、そこで結果を出したいなと思ってて、オリンピック選考大会でもある世界選手権に出られるんで、強ければ強いほどクライミングってこうできることが広がるんで、誰よりも強ければ誰よりもクライミングを楽しめるのかなと思うんで、やっぱそういう誰よりもクライミングを楽しみたいですよね。